ただいです。まひろです。くるくるくる。ただいまひろです。4月、新生活。皆様、おめでとうございます。新しい気持ちでまた1年、一緒に過ごしていけたらなと思うので、まひろによって帝国をどうぞよろしくお願いします。新生活のお話をするということで、ちょっと私も最近買ったおニューの服を着てみました。どうですか？かわいいですか？かわいいですか？新生活ということで、一人暮らしをする方も結構増えてくると思うので、今回は私が買ってよかったものを紹介していきたいと思います。まずですね、私はよくパソコンでゲームをするので、座るんですけど、やっぱ座るってなると腰とかすごい痛いじゃないですか。それで、最近、ヨギボーを買ったんですね。めちゃくちゃいいです。腰が痛くなるって何？って感じです。ちょっと高いんですけど、U 字型になってるやつで、非常勤できるんですよ、それを。めちゃくちゃいいです。ヨギボーマジでおすすめです。私が買ったのは、去年の8月ぐらいで、ちょうど緊急事態宣言明けてちょっとしてからだったんですけど、緊急事態宣言中って皆さん家にいることが増えるじゃないですか。ヨギボーの需要がすごく上がったみたいで、4週間待ちでした、頼んでから。ちょっと今はどうなってるかわからないんですけど、めちゃくちゃ人気のヨギボーをぜひ皆さん買ってみてください。私はグレーを使ってます。グレーだったら、ほこり目立ちにくいんでおすすめです。ワインレッドみたいな赤も買ったんですけど、それだとちょっとホコリがくっつくのが目立って嫌なんで、グレーおすすめです。あとは、冬ぐらいに買ったんですけど、オーダーメイド枕、マジでおすすめです。枕ってめちゃくちゃ大事みたいなんですよ。肩が痛かったり首が痛かったりとかあって、快適な睡眠ができないってめちゃくちゃストレスじゃないですか。もうほんと大切なことだし。で、オーダーメイド枕にしてから、自分に合ってる枕を使うので、肩の痛さとか、なんか、首の痛さとかすごいなくなって、大切なんだなと思いました。ぜひね、オーダーメイド枕、検討してみてください。これもちょっとね、お値段は弾むんですけど、でもめちゃくちゃいいし、枕は長く使えるので、ぜひ、おすすめです。私、家にウォーターサーバーがあって、もう常に水を飲んでるので、ウォーターサーバーマジで欠かせないです。ウォーターサーバーはね、絶対あった方がいいです。で、ちょっと最近聞いた話なんですけど、ラベルレスのボトルが通販だと売ってるみたいで、普通の飲み物だと、こんな風になんかラベルがついてるじゃないですか。ラベルレスはなんとですね、この状態で発売されてるらしいです。もうこうやって飲んだらすぐにゴミに捨てられるし、めちゃくちゃいいと思いました。ウォーターサーバー買うのちょっとって方はよかったらラベルレスボトルの水とか検討してみてください。ウォーターサーバーはプレミアムウォーターというところを使ってます。アプリで送ってほしい日とか調整できるのでめちゃくちゃ便利です。お水を結構家で飲むので、サーモスの氷が溶けないタンブラーみたいなのを使ってます。氷は溶けるのが嫌なので結構常に冷たい状態で飲み物を飲みたいので、コンビニで氷を買って、サーモスのタンブラーに入れて、ウォーターサーバーのお水を飲むっていうのが毎日の習慣です。マジで氷が溶けないタンブラー買ってみてください。サーモスだけじゃなくてもいろんな種類があると思うので、マジでおすすめです。世界変わります。家具は基本的にニトリで買ってます。評価を下げるみたいになってすごく申し訳ないんですけど、IKEA の家具って捨てるとき大変なんですよ。私が使ったお店だったからかもしれないんですけど、IKEA さんの家具はちょっと別途料金かかりますって言われました。なぜかわかりません。でも IKEA の家具はめちゃくちゃ可愛くてオシャレですごく好きなのでおすすめです。でも私はニトリで買ってます。私はなんですけど、家にラグマットというかカーペットを敷かない派です。なぜかというと、掃除機が面倒くさいからです。でも、カーペットがないとキャスター付きの椅子だったりを使った時に床を傷つけてしまったりすることがあるので、カーペットなしでもいいと思うんですけど、キャスター付きの椅子等を使う方は、お家を出る時に敷金が高くなってしまう可能性があるのでお気をつけください。私はね、マジで掃除機が苦手なのでね、無駄なものは一切床に置かないんですよ。もう掃除が苦手すぎて、無駄なものはいらない！掃除機は前にプレゼントでいただいたもので、オレンジ色のホース、ダイソン使ってます。あと買ったものじゃないんですけど、私結構ウーバーイーツを利用してて、
Uber Eats にサブスクで月額980円で200円以上頼むと送料が無料になるっていうサブスクがあるので、それをめちゃくちゃ愛用してます。あと Amazon プライムも愛用してます。ティッシュとかなくなっちゃったら Amazon で頼むので、 Amazon プライムと Uber Eats パスおすすめです。それでは新生活を始める皆さん、参考になったら嬉しいです。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ただいまひろでした。バイバーイ。